ザ・ミュージック・デー2024のスタジオの観客からの愛は、有明アリーナの観客からの愛と何ら変わりない、とナンバーアンダーライン愛は感じています。ザ・ミュージック・デー2024には多くの音楽グループが出演しましたが、ナンバーアンダーライン愛が登場した瞬間にスタジオが揺れ、ナンバーアンダーライン愛が観客と交流するために降りてきたとき、運なファンはみんな感激しました。平野翔、ガン・ユータ、 神宮寺雄太の写真がプリントされたセンスを手に持ち、伝説の光るハンマーナンバーアンダーラインアイを手に持って、全員が一斉にナンバーアンダーラインアイに向かって手を高く掲げました。平野翔、ガン・ユータ、神宮寺雄太は、まさかザ・ミュージック・デイ2024にまた有明アリーナに来たいと思っていたとは思っていなかったので興奮を隠せなかった。なぜなら、視聴者は皆ナンバーアンダーラインアイを愛しており、 ナンバーアンダーラインアイに会った瞬間に涙を流してしまうからです数えきれないほどのファンが集まりそれぞれが自分のお気に入りのグループの名前を叫んでいましたその中でひときわ大きな声援が上がったのはナンバーアンダーラインアイの登場時でした彼らがステージに現れるとスタジオ内の空気が一変し歓声と拍手が鳴り響き観客全員がその場の一体感を感じているようでした ナンバーアンダーラインアイのメンバーは平野翔、岩優太神宮寺優太の三人組でそのカジュアルなスタイルは他のグループとは一線を画していました彼らは派手な衣装を身にまとわずシンプルな T シャツとジーンズというデデたちでステージに立ちその姿が逆に彼らの自然体の魅力を引き立てていたのです彼らが最初の曲を歌い始めた瞬間私はその場に釘付け気になりました 彼らの歌声は力強く、感情豊かで、まるで心の奥底に響いてくるようでした。その技術の高さと表現力に、観客全員が引き込まれていました。特に印象的だったのは、彼らが難しいパートを完璧にこなしていたことです。普通のアーティストならば音程が狂ったり、リズムがずれたりするような箇所でも、彼らは一切ミスをせずに歌い上げていたのです。彼らのパフォーマンスが終わると、 観客からは大きな拍手と歓声が上が上りました私はその瞬間、ナンバーアンダーラインアイのファンになることを決意しました。彼らの音楽には人々を魅了し、感動させる力がありました。私は彼らの歌声を聞きながら、自分の心がどんどん温かくなっていくのを感じました。彼らの音楽はまさに魔法のようでした。その後、 私は彼らのファンとしての活動を始めました。彼らの新しいアルバムやシングルが発売されるたびに、私はすぐに購入して繰り返し聴きました。彼らの音楽を聴くたびに、新しい発見があり、ますます彼らの魅力に引き込まれていきました。彼らの歌詞は、日常の出来事や感情を鮮やかに描写しており、聴く者の,の心に深く染み渡るものでした。さらに、 彼らのパフォーマンスを見て感じたことの一つに、彼らのチームワークの素晴らしさがあります。三人がそれぞれの役割を完璧にこなし、互いにサポートし合う姿は、まるで一つの生き物のようでした。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超えたものであり、芸術的な美しさがありました。彼らの動きや表情には、一つ一つに意味が込められており、観客を魅了する力がありました。 彼らのステージングは視覚的にも非常に魅力的でした。照明やセットのデザインが彼らのパフォーマンスを一層引き立てていました。特に印象的だったのは彼らがステージ上で見せる表情の変化でした。彼らの目は常に輝いており、その眼差しには強い意志と情熱が感じられました。彼らが一曲一曲を歌い終えるたびに、その場の空気が一層熱くなっていくのを感じました。 ザ・ミュージックで d 2024でのパフォーマンスは、彼らのキャリアにおいて重要な節目となりました。特に注目すべきは、彼らが日本史上最速でミュージックビデオをリリースしたという事実です。これにより、彼らの存在が一層際立ち、今後の活動に対する期待も高まりました。このような快挙を成し遂げるためには、彼らの努力と情熱がどれほど大きなものであったかを考えると、 ままますすす彼らのファンになる理理由が理解できますさらに、ボンのハンドマイクバージョンについても触れてみましょう。通常のパフォーマンスとは異なり、ハンドマイクを使った演出は新鮮であり、ファンにとっても驚きと喜びの瞬間でした。ハンドマイクを持ちながら踊ることの難しさを考えると、彼らの技術の高さが一層際立ちます。このような挑戦を成功させるためには、 徹底的な練習とクリエイティブな発想が求められますこのパフォーマンスを通じてナンンバーーアダラインアイはただのアイドルグループではなくアーティストとしての地位を確立しました彼らの演技力や表現力は観客に深い印象を与え彼ら自身もまた成長を続けることでしょうこのような姿勢は他のアーティストやファンにとっても刺激となり新たな目標を掲げるきっかけとなります ナンバーアンダーライン愛の成功の背景には、彼らの不断の努力と想像力がありました。彼らは常に新しいことに挑戦し、自分たちの限界を超えることを目指していました。その姿勢が、多くのファンを引きつける要因の一つであったことは間違いありません。彼らのパフォーマンスは、常に進化し続け、その度に新しい驚きと感動を提供していました。彼らの努力と情熱が、 観客に伝わり、それが彼らのの人気を支える大きなな要因となっていたのです。彼らの成功は一夜にして得られたものではありませんでした。彼らはデビュー当初から地道な努力を続け、多くの困難を乗り越えてきました。その過程で彼らは成長し、現在の地位を確立するに至ったのです。彼らのストーリーは多くの若者にとって大きな励みとなり、 自分たちも夢を追いかけ続けることの重要性を教えてくれました。さらに、彼らの音楽には、一貫してポジティブなメッセージが込められていました。彼らの歌詞は、日常の困難や挑戦に立ち向かう勇気を与えてくれるものであり、多くのファンにとって心の支えとなっていました。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントを超え、人々の心に深く根ざすものであったのです。 彼らのパフォーマンスを見るたびに、私は新たな感動とともに、自分自身の人生についても考える機会を得ました。彼らの情熱と努力に触れることで、自分ももっと頑張ろうと思えるようになりました。彼らの成功は、自分たちの夢を追いかけ続けることの重要性を教えてくれるものであり、その姿勢は多くの人々にとって大きなインスピレーションとなっていました。さらに、彼らの音楽を通じて、 私は多くの新しい友人と出会うことができました。共通の趣味を持つ仲間と一緒に彼らの音楽を。楽しむことは、私にとって大きな喜びとなりました。彼らの音楽がきっかけで始まった友情は、私の人生を豊かにしてくれるものであり、その意味でも彼らの存在は非常に大きなものでした。ナンバー・アンダーライン・アイの成功の背後には、彼らの絶え間ない努力と情熱がありました。 彼らは常に新しいことに挑戦し、自分たちの限界を超えることを目指していました。その姿勢が多くのファンを引きつける要因の一つであったことは間違いありません。彼らのパフォーマンスは常に進化し続け、その度に新しい驚きと感動を提供していました。彼らの努力と情熱が観客に伝わり、それが彼らの人気を支える大きな要因となっていたのです。彼らの成功は、 一夜にして得られたものではありませんでした。彼らはデビュー当初から地道な努力を続け、多くの困難を乗り越えてきました。その過程で彼らは成長し、現在の地位を確立するに至ったのです。彼らのストーリーは、多くの若者にとって大きな励みとなり、自分たちも夢を追いかけ続けることの重要性を教えてくれました。さらに、彼らの音楽には、 一貫ししててポジジティブなメッセージが込められていました彼らの歌詞は日常の困難や挑戦に立ち向かう勇気を与えてくれるものであり多くのファンにとって心の支えとなっていました彼らの音楽は単なるエンターテインメントを超え人々の心に深く根ざすものであったのです